やることは一つだ。ねえ、今度は壊していいのかしら。彼が対立を選ぶというのなら、それも仕方ありません。惜しくはありますが、不可欠ではありませんから。やらせないよ。師弟コンビの力見せてあげましょうか。勝手に弟子扱いするな。あら、遊びとは違うわよ。梅さん、いい感触。小さな巨人たん、あなたの相手は私ですが、天国。さすがという感じね。あの二人が揃うと本当に厄介だわ。だとしても関係ありません。私たちの道を遮る壁があるのなら、どれだけ強固であろうともこの手でぶっ壊すのみです。へえ、分かってるじゃないか。決めたんだ、必ずこの世界に音楽を取り戻すと。そのために戦うと。あなたたち、ちょっと見ないうちに随分頼もしくなっちゃって。開演！それを待ってたわ！ダメよ、他の人に目移りしちゃ。朝比奈拓人君、君の奏でる音色、実に素晴らしい。その演奏にふさわしい喝采を。させないよ。レリー、お前。マエストロ！ダメ、行かせないわ。何をしてるんだ、レリー。やめてくれ。あの時、誓ったの。よく聞いておきなさい。あたしの音楽を！
いつ初体なもの隠してたの。ですが、いつまで持ちますか。どこまででも。あなたのことではありません。まだよ、まだ演奏は終わってないわ。なんて美しいんだ。痛みと喜びが君を通して一つになっている。これこそ命の音色だよ。ザーガン、あの時ボストンの街に D2 を呼んだのはあなたね。ああ、あれこそが全ての始まりだった。僕を恨むかい、レニー。いいえ、むしろ哀れに思ってるわ。あなた今まで一度も光を見たことがないでしょう。光とは？トライアンファル！実に見事だよ、レニー。存分に堪能させてもらった。君の最後の音色。朝比奈拓人君、君にはもっと素晴らしい音色を期待していますよ。エストロ大胆。約束したもんね。タクト、ふざけるな。何やってんだあんた。余計なことして、その挙句こんな。